突然、すいません、離婚した方がいいのか迷っており、皆様のご意見を頂戴したく、質問させていただきました。自分の年齢、性別、39歳男。相手の年齢、42歳。結婚年数、7年。子供の産む、1人6歳男。相談内容、私は、土日休みの企業勤めのサラリーマンです。結婚後、妻が、アロマの資格を取ると言い出し、2017年に半年間、毎週土日外出し、その間の家事は私が担当。その後、その資格取得による恩恵、収入はほぼなく、2020年後半より再度、別資格、研修の取得のため、週末に家を空ける日々が続く。私が小さいのですが、妻の帰宅後、どうしても不愉快な気持ちにしかなれず、冷たく接してしまいます。妻は、そのことを不満に感じています。妻は、その生活をやめるつもりはないらしく、いつになると収入が得られるのかを聞いても、そんなのわからない。の一点張りです。今では、土日以外もぎこちない感じになってしまっています。子供は可愛くてしょうがないのですが、肝心の家庭生活がうまく行っていないのであれば、離婚もしょうがないのかな?とも感じています。長文申し訳ございませんが、皆様のご意見、ご質問を頂戴できればと存じます。単純な疑問だけど、資格取得という理由は本当なんだよね。あと、資格を生かして働くのなら、勤めでも独立でもすれ違い、生活は継続するわけで、そのあたりの話し合いは必要だと思う。ご返信ありがとうございます。資格取っているのは、自宅に、それ系の書籍が増えており、かつよく読んでいるので、間違いないと思われます。浮気しているんであれば、ある意味割り切れてよかったかもしれません。おっしゃる通りすれ違い生活は、解消されないかと思ってはいますが、妻が、定期的な収入を得られるのであれば、私としては問題ありません。現状が私からすると、生産性のある時間だと思えず、今の生活を続ける自信がないといったところです。ちなみに、夫婦生活については、第一子誕生後は、子作り目的以外では性交渉はありませんでした。妻に愛情があるのかというと、自分でもよくわからなくなってきました。なるほど。であれば、今勉強中の資格取得後のスケジュールを、家族として共有できるかが鍵になるね。資格取れたら働き始めるのか、さらに目指したい資格があるのか。そこで出た結論から逆算して、今の生活の回し方を話し合ってみてはどうかね。個人的には、仮にまた取りたい資格があったとしても、次は働きながら勉強すればいいと思うけど。土日浮気してるに一票。一遍更新所頼んでみたら?ご返信ありがとうございます。今後のプランについて聞いてはいるんですが、そんなの、わかんない。って逆ギレされて、その後の話ができていない状況です。私としては、いつまで、この育児放棄が続くんだろう?と、不安な気持ちでいっぱいです。可能性としてはあり得るかもしれませんね。怪しいと思ったら、相談してみます。土日休みなら、更新所いらんやろ。GPS 仕込んで、ホテルを行ったら待ち伏せするだけ。子供どうすんだよ。疑ってるのが、子供からバレるだろ。916の不満が伝わってない、可能性もある。今まで土日送り出したのを周りも知ってるだろ。応援してくれてたんじゃないのか。と言われたらかなり不利だしな。コメントありがとうございます。皆様のおっしゃる通りだと、私も感じています。このままでは何も変わらないと思い、妻と会話をしてみました。妻としては、経済的に自立したい、それなりに稼げるようになりたい。という思いが強く、かつ、60過ぎでも社会とつながっていたいので、今の行動をとっているとのことでした。が、正直、何を言っているのかが全く理解できませんでした。今は、マッサージ系の資格取得に励んでいるようですが、高額な受講費を払い、いつ回収できるのかも目処が立っていないため、お金の無駄としか捉えられません。相手の考えを理解できない現状では、
関係継続は難しいのかもしれませんね。資格取得費用については、妻実家より援助してもらっているみたいです。確認しましたが、家計からの持ち出しはなし。当時は育児の気晴らし程度に、というくらいの軽い感覚で、アロマ系の講習に参加することを容認してしまったことに後悔しかありません。結果的にカルト宗教のような偏った洗脳が凄まじいです。マルチ商材の説明会に喜んで参加したりと、何を言っても聞き入れてもらえません。さすがにマルチは止めましたが、子供は可愛くてしょうがなく、できるだけしっかりと育てたいのですが、今のような夫婦関係では難しいのかもしれませんね。子供を不幸にするような選択だけはしたくないので、冷静に考えてみます。コメントくださった方々、本当にありがとうございます。参考になりました。